はい、ということでこの章ではですね、ショート動画の再現性の高さについて話をしていこうと思うんですけども、はいはいはい、まあ、僕は内山さんを一番すごいなって思ってるのが再現性の高さなんですよ。お、内山さんって結局 SNS の運用をした時にめちゃめちゃ再現性高くちゃんとバズらせるじゃないですか、うん、特に最近とか奈良町の撮影をするんだけど、まあ確率高いでバズらせられるね。そうですね、ちゃんと伸びやすいですね。そうで、ここら辺に関してバズりやすいとか伸びやすいとかどうすれば伸びるかっていうのはもちろん 100% じゃないですよ、100% じゃないんだけども、再現性高いんですよ、うん、っていうのはここら辺の話をしたくて、はいはいはい、例えば内山さんが運用したところで言うと、はい、チャンネル登録0人からね、はい、0人からどれぐらいまで伸ばしたことあります、まあ、自分がだって日ガチの0だと TikTok 50万、 YouTube 70万くらいいいのかな、の人がガチの0から細かくあれして伸ばしたことですね。普通はさ、ここまで伸びないわけよ、0人からさ、うん、再現性がなかったらよ、うんうん、だけどもそのノウハウとかをきちんと使うことと、あともちろん続けること、いや、そうですね、続けることで本人の努力もそう再現性は出せますよねっていうのがありますと。そうですね、結構小手先で伸ばす人っていっぱいいるんですよ。ここの矢印のボタン触って LINE を開いて、上から3番目の人はあなたのことが好きですみたいな、 ね、ああいうわけわかんないやつだったり、リンクコピー3回すると好きな人から告白されるかもみたいな、の再現性ねえやんみたいな、そういうのはちょっと僕嫌だなって思います。そうですね、このショート動画の再現性の高さって言ってさ、小手先のさノウハウを使って再現性高いっていうことを言ってるわけではないですから、ね、ただそのコンテンツなのか、自称コンサルやってますとか、そういう情報商材やってますっていう人は結構それ小手先のことでやっちゃう人が多いんで、あんまり好きじゃない。それは分かんない、うん、でも結局さ、今から皆さんいろんなね勉強をここからショート動画ねこれやってもらうんだけども、再現性高いっていうのは僕今お伝えしましたけども、そういう小手先のテクニックで再現性っていうのは半年後にはもうなくなってるわけよ、うんうんうん、だそういう再現性ではなくて、ショート動画の根本的な再現性じゃあしいというなら、最初の3秒が大切、最初にさ引きをつけましょうね、まあ、これは正しいっちゃ正しいよね。そうあとが視聴維持率、はいはいはい、まあまあまあ、なんかよく言われる視聴維持率、長く動画見てもらった方がいいよとか、なんかそこら辺はまあよくある話よね、うん、ここら辺に関してはまあさすがに言うけども、どんどん話をしていこうと思ってます。そう、僕とか再現性の高さっていう意味では、大体 TikTok ダンスとかいろんな動画出してって1本当たったら、結構それ主軸に衣装を変えるのか場所変えるのかとかで結構こう擦るんですよ。擦って再生数取りつつフォロワー増えつつみたいな、結局それでいいんですよね。あー、そっかそっか、その話があるか、今それ思い出しました、うん、なんか今再現性の高さって他に何が伝えられるかなと思ったんですけど、 TikTok とか YouTube とかショート動画って、はい、1回バズったやつをちょっとアレンジして、いや、そうそうそう、ちょっとバズるんだよね。いや、そうなんですよ。2つ前のさ、ショート動画を儲かるのショーで話した通りなんだけど、うんうん、1個バズれば安定的に儲かるっていう、それそういうことだ。あの、ごめん、言語化できてなかったんだけど再現性の高さってそれでバズりに再現性があるんだよ。いや、そうなんですよ。それはそうだわ。クリエイターによっては、いや、同じことやるのはちょっと言う人が多いんですけど、見てる視聴者的に似たものでも全然見ちゃうんですよね。あ、またこれやってる、面白いって結構なるんで、もちろんやりすぎるとまだ飽きられるってなるんですけど、まあそうなってきたタイミングでまた別のことやってみて当てて、ずっとそれを擦り続けるっていうのが結構僕の TikTok そんな感じでやってますね。僕これに関してはすごい強く言いたいんですけど、これビジネス的な話なんですけど、バズった動画とちょっとずらしてもう一回バズらせる再現性、これは内山さんも言ってるし僕もそう思ってるし、本当にそうなんですよ、うん、これでさ、クリエイターさんとしてはいまいちだよねっていう人もいると思うんだけど、視聴者は実際に言うとバズってるものを求めてるんですよ、うん、これなんでかっていうと、ハンバーガー屋さんはさ、ハンバーガー売れたらさチーズバーガーを出すやん。そっからさ、チーズバーガーじゃなくてさダブルバーガーみたいに出すわけじゃん。そうっすね、でもこれってさ、要するにさ同じものをさちょっと変えて売ってるだけじゃないか。そうっすね、そうっすね。でこれをじゃあ怒るっていう話でも、これだけやってるとさすがに飽きられてくると。だからポテトとかさ、それにちょっと合うものを売り始めるわけよね。それはいいのよ、別にこするってビジネス的に正しいんだから、みんなそれを求めてるんだから。ハンバーガー屋さんでそば出す必要ある？ワンチャンバズるかもしんないよ。でも誰も求めてない、それはっていうところで再現性は高いですよね。そうですね、YouTube とか横動画って再現性高いものをやり続けるのってなかなかあんまりなんですけど、ね、あー確かに TikTok は縦動画は
この動画を見て SNS マーケティングに興味を持ったそこのあなた、概要欄から SNS マーケティングチャンネルバズハックの公式 LINE を登録してください。バズる TikTok のテロップの入れ方、 TikTok で稼ぐおすすめの方法5選、 TikTok を IP アドレスでバズらせるヤバすぎる裏技、 TikTok のバズる方法を解説してるやつのやり方がいろいろと、その他これだけの特典がですね無料で受け取れます。本当に無料なんです。じゃあ受け取らないなんてもったいないじゃん。僕もそう思うんですけども、実際ね行動に起こす人ってなほとんどいません。そのままブラウザバックしたって人生何にも変わりません。せっかく動画を最後まで見てくれる熱心なそこのあなたは、ぜひ LINE 登録して無料プレゼントを受け取ってください。また無料プレゼントとかもどうでもいいから、秋社長と内山さんにすぐにでも直接 SNS を教えてもらいたい、 SNS 運用をしてもらいたい、 SNS で有名にしてほしいっていう方は概要欄からホームページに飛べますので、そちらから直接お問い合わせしていただけると嬉しいです。それでは今日も最後までありがとうございました。実際行動できる人はなかなか少ないんですけど、あなたとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。ぜひね行動していただけると嬉しいです。楽しみにしております。バイバーイ。